三軒、茶屋駅は東京都世田谷区大使堂にある東急電鉄の駅である。田園都市線と世田谷線が乗り入れているが、両路線は改札外連絡となっており、運賃も別立てとなる。世田谷線の駅は関東の駅100線に選ばれている。新玉川線計画の段階から、首都高速道路三号渋谷線及び、国道四十六号の立橋の基礎及び、 地下道と一体構造で設計され建設されている。このうち地下道部分は1971年12月に完成し、鉄道開業に先行して使用開始された。2005年10月上旬から2007年3月下旬まで階段増設などの地下駅、火災対策施設整備工事や二子玉川寄りの新改札口の設置及び エレベーター新設などの駅改良工事が施行された。新改札口予定地の場所に、もともと存在していたテコプラザは移転し、世田谷通り口の進入方向がパテオ側からに制限された。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。駅カラーはレモン色。改札は中央改札と西改札の2カ所である。西改札は2007年に新設されたものである。 なお、自動券売機は地下1階コンコースの中央改札よりに設置されている。トイレは地下1階中央改札内にある。2006年10月頃に改良された。多機能トイレは2007年3月に西改札内に新設された。エスカレーターはホームと中央改札を、エレベーターはホームと西改札を連絡している。2013年に 昭和女子大学前という施設案内看板がホーム駅名標に掲出された。乗り場等端式ホーム2面1線を有する地上駅。1線の線路の両側に乗車ホーム、校舎ホームがそれぞれ設置されている。校舎ホーム側には改札がなく通路としても利用されている。玉川線の廃止後、キャロットタワーの建設などを含む当駅付近の再開発までは、 三軒茶屋、交差点手前に、東端式ホームに面一線を有していたが、再開発により西大指導より A 点、新築され、キャロットタワーの1階部分に設置されている。このような経緯から当駅には0キロポストがなく、0.2キロメートルより始まっている。校舎ホームの西大指導よりに車椅子を利用する乗客のために、スロープが設置されている。 乗り場田園都市線の開業以降の1日平均情報、乗車人員の推移は、下表の通りである。駅の所在地は、世田谷区大使堂だが、二子玉川寄りが三軒茶屋にかかっている。ありがとうございます。